こんばんは。喫下賞の予想してくんですけれども、その前に週下賞すいませんでしたの。クリスマスパレード頑張ってはくれたんですけれどもね。5着じゃダメなんですよね。まあ、すごいね、強い気馬してくれたんですけれども、申し訳なかったです。まあ、3歳 G1 ということでね、あの、期待してくれた方もいたと思うんですけれどもね。まあ、こうやってね、G1 で外してしまうとね、もう登録者数は、もう減っちゃうものなんですよ。もうレース終わった瞬間からね、 もう数字がね、これキューンって下がっちゃう。あの、離れていく人がいるなっていうのはね、すごく数字で見えるんで、まあ悲しいもんなんですけれども、まあ当たれば官軍、負ければ続軍ということですかそれしょうがないんですけど、先週はね、そんなに減らなかったんですよ。なのでですね、逆になんかすごく嬉しかったんですよね。まあ、これは多分ね、クリスマスパレードが頑張ってくれたからじゃないかと思うんですよ。ね、固く収まってしまった中、検討してましたもんね。で、僕は、 2歳児から目をつけた馬で、まあ、ダイワースカーレットのようなですね、中長距離で、え点行って粘る競馬のできる名品の可能性があるんじゃないかという。その片鱗はやっぱり見せてくれましたよね。その評価は間違ってはなかったと思うんですよ。だから、あと、あともうちょっとね、ペースが落ち着いていたらとか、上位馬がね、なんか進路を失うとかいうことだってあり得たわけですよ。まあそういうことでもあればですね、まあ馬券内というのは可能性あったはずなんだ、まあ、競馬は最後運ですのでね、まあ、いい馬さえ見抜いておけば、いつかはね、ドカンと行くはずなので、 で今回も一発の可能性がある馬を見つけてありますので、皆さんもう一度チャンスをくれてありがとうございます。今週こそ当てられるって予想しておりますので、よろしくお願いいたします。まずですけれども、ね、私はもう勝負かける予想家ですんで、まず、消したい人気馬、これ発表していきたいと思います。ダノンデサイルダノンデサイルを切ろうと。上位人気馬の話、先に申し上げておくと、ダノンデサイル切ります。アーバンシックコスモキュランダ。 これがちょっと逆らいないですすかねね名称タバル切ります、ね、こういう形でいくんですがダノンデサイルもうこれに関してはですねダービー終わった瞬間から僕はもう切ることは決めたんですよねもうこれずーっと話したかったんですよだからもう5ヶ月ですねもうずーっとこれ,これ話したくて仕,仕方なかったです、まあ、このダービーというのが人気のなかったダノンデサイルがですね庭師に突き抜けて勝ったんでね、まあ、鮮やかだったんですけどまあ一言で言って ドハマリ競馬じゃないですかうちのババのところで、えー、内枠からポンと出て、インのね、いいとこに収まって、ずっとインベタできて、最後もうちがぽっかり空いて、そこ突き抜けて勝つって。ドハマリ競馬じゃないまあ、正直、ちょっと悔しいっていのもあるんですけどね。その僕は、そのシュガー君をしたんですけど、そこにドハマるんじゃないかって僕思ってたんですよね。本当にね、全然行く馬がいない。 感じだったんで最内のね拉致沿いにこれ収まるんじゃないかと思ったらねそこ取れなかったんでその絶好のところで頼んでサれに取られてさもう本当にやりたい競馬をやられてしまったんでねでこれ2分24秒3ですからいやー今日日この時計はね準オープン参照クラスあたりで出ますよまあ、普通に競馬ブックの想定もね2分22秒8とかねそういうの想定しましたけどこれはやっぱなんかおかしい競馬ですよ うちを回った馬がすごく得をしたところがあるんじゃないですかね、まあ、こういう、ね、ラップで、まあ、最後の、まあ、イオンハロン戦ロンスパ戦みたいな感じですけどもまあ変だなと思うのはこのアーバンシックがねこんなに沈んでるっていうのもね釈ゃとしないですよね、まあ、この馬はですね本当に双方は素晴らしい馬でダービーなんかはねいいんじゃないかとみんな思ってましたよね 妄想と分ムしの競馬をしたら、こんなに沈んだんですよね。コースロスした馬がですね、すごく割を食う競馬だったように僕には思えるんですよね。だからダノンデサイラは真逆で、本当にインベータがハマってると思うんですよね。まあ、僕は、まあ、そもそもが、そんなに双方はあまり評価してなくて、まあ、この時もそんなに別にいい双方じゃなかったんですよね。ちょっと、なんていうか、可動域がちょっと狭いというか、硬いフットワークなんですよね。で、首も太いし、弾まない走りなんですよね。 うん。なんかね、2000メートルの馬っていう感じに見えるんですよね。東京2000円はしょっぽくないんですよね。で、まあ、今回はね、さらなる距離延長ですから、プラスに出るとは思えないしな。まあ、この時ね、もうとにかくね、絶好調だったのは確かです。うん、調子が良くて、展開もドハマりでっていうことだと僕は思うんで、絶対美味しくないよなって、一果所では切るよなって、もうこの時から決めたんで、 これだけでちょっと話したかったんで、スッキリしました。えー、で、アーバンシックはね、だから僕は元々、ね、もともとね、双方はすごく高い評価。綺麗な大飛びでね、あのー、弾けるフットワークの馬ですよね。だダノンデサイルには、あのー、2 0 0に入って言うんですけど、まあ、でもまあ、振り返ってみればね、横山武志騎手のソウルオリエンスパターンというかですね、あのー、まあ、大外分回しの競馬ですよね。それ、ばっかりだったからな。ルメール騎手に変わったら、 ね、ロスなく運んでセントライトをね突き抜けてましたからねこの機種の違いっていうのは今回あるんじゃないかと思いますしね僕は本当はバシックの方が僕は能力上だと思ってるんでダーノンよりはこっちを取りますねまあ双方予想家としてはねでコスモキランダに関してはこれはですねまああの双方的にもあのすご硬く,くてストライドが伸びなくて決め手がないまであの東京2400なんてのは向いてなくて 逆に距離が伸びた方がですね、ごまかしが効くというか、まあ、決めて不足を補えるところがあると思うんで、僕はこれは切らないんですけどもね。で、名称タバルは、まあ、これはさすがに、双方を見てる人間からしたらもう、3000メートルは非合理的に走りすぎて、僕にはちょっとやっぱ手が出ないですね。首が高すぎる。まあ、それこそドタンキー、ド短期で楽逃げみたいなことがあれば、もちろん可能性ありますけど。 僕が押すまでは絶対ないですね。ということでですね、あの、爆穴の話でしたいんですが、えー、基本的に穴馬って、有力馬の弱点をつける馬、何か違うところを持っている馬を狙うべきなんです。それでこそ、期待値が高い。ですけど、今回のですね、有力馬、あ上位4と、まあ、いろんな馬がいますけれど、共通点が1個あるの、お気づきでしょうか大丈夫かっていうような弱点があるんですよ。体重です。ダノンデサイル、504キロ。アーバンシック。 510 504 500キキロコスモキュランダキロ名称タバルも500キロぐらいありますこれはですね、心配ですよ。3000メートルのレースで500キロ超えてるってのは僕はそれだけで僕は心配していいぐらいにですね、なことです。これはですね、まあデータ見てみてください。僕はデータ派じゃないですけれども、これはもう日を見るより明らかな数字なんで見ていただければと思うんですけど、去年言ば言はですね、まあ、例えば上位、これ3頭 まあこのぐらいの体重ですよね。これが普通なんですよ。まあ、その前の年も、まあこんなもんですよね。まあ、470キロ、460キロぐらいが適正体重ですよね。タイトルホルダー、こういったステイヤーってのはこれぐらいの体型のはずです。まあ、スラッとしたエネルギー、ロスなくですね、えー、走れる、まあこそがステイヤーなわけですからね。こういうことになっております。うー例えばですね、まあ、今のコバ、長距離チャンピオンといったら、まあ、帝王ロイヤルですよね。 460ブロ,、ね、ローザホーンなんかは4 2 4キロの馬なわけです例えばライスシャワー4 3 0キロ4 0キロぐらいの馬でしたよね今回のメンバーこれだけ重くて本当に大丈夫かとみんな走ったことないわけですから心配で当然なわけですそうあの長距離ランナーって何でもそうですけれども無駄な筋肉がついていなくてスタミナ温存しながら走れる馬の中からお真のステイヤーがあぶり出されるという可能性があるわけでそれが ピースワンデュックである可能性は僕はあるかなということで爆穴な推ししたいです。まあ、双方を見ていてもやっぱりステイヤー前としてますね。首が低いんですね。姿勢が低くて、で、ストライド非常に伸びるというタイプですね。いかにもですね。いかにもなんですよ。なので、ここでこそだよなって思うんですよ。でこういう姿勢で走る馬なんで、言いてしまったら今後中距離の G1 とかで通用する馬ではない。まあ、あのー、馬によってはですね、まあ、例えば、ドゥレッザーみたいな馬とかも、喫下症でね、ブレイクして、その後、中距離で、えー、あの活躍する。まあ、フィエルマンなんかもある程度そうですよね。そういった馬ってありますけど、この馬はちょっと厳しいですね。あと、雰囲気としては、帝王ロイヤルは似てます。姿勢が低くて、大飛びなんでね、この馬なんかも、長距離ではね、無類の強さを発揮するじゃないですか。ただ、 中距離になると、本当にただの馬になるんですよ。こんな感じになっちゃってますよね。まあ、このアトレジャパンカップも厳しいんじゃないかと思うんですけどね。そういったタイプですね。ピースワンディックも。ただ、スタミナだけはすごいですよ。前走びっくりした競馬でした。スタートで出遅れたんですよね。それまでの2走は、逃げて圧勝してきてる馬なんですが、ここではですね、出遅れ、そうするとですね、新馬の時もそうだったんですけど、折り合い書くんですよね。 周りにうまくるとちょっとパニック状態みたいな感じになってしまって、そういう待っているんですよね。あの、グランテストって今なんかもそうだったりしたし、まあちょっと束を嫌うんですよね。で、こんなにもろに行きたがって頭を上げて、安情と大喧嘩するわけですよ、前半。まあ、普通終わるんですよね。こんだけ消耗したら。それがですね、全然あの大丈夫なんですよ。最後に末足が。 しっっかり残てていて、えー、これバッテレイとサトノシュトラーセンあたりもこれ3強人気だったんですけどまあそれなりのレベルの馬です、重傷で、まあ、あ入着級ぐらいのあその馬をですね楽々かわし去っていてルメール騎手があ今日は全然勝ち馬強かったねみたいなコメントするぐらいだったんで着差以上の価値があると思うんですよね。柴田義も距離はの もっと伸びた方がいいと。心臓がいいんで、ちょっと伸びた方がいいって言ってるんでね。不気味です。体型的にも、双方的にも、心臓的にも。まだね、もう一戦級とは全然対戦がない馬なんですが、いかにも、ーこの、上がり馬といった感じで、怖い。双方的にも、激推しでございます。で、もう一頭ですね。アドマイアテラ。この馬もですね、こうあんまりですね、四角が少ない馬だと思うんで、ここは S。 に抜擢しましまた騎手込みで、えー、やっぱり高木評価すべきだと思います武井高騎手はやっぱり心強いですねやっぱ今回のレースの、まあ、一番の、まあ、ポイントですけど名勝タ田原がどういういですか、まあ、常に競馬というのは展開が一番大事ですよねこの海洋にいるのが名勝タ田原なんでどういうペースを刻むかが読めないんですよだからそうすると 高騎手みたいなですね体内時計のしっかりしてる騎手がついてるってのが心強いんですよね集荷所を見ましたボンドガール後方でねじっくりと足をためて先抜けてきました関トバイースとかですね離し逃げを打って後続としてはですねどれぐらいの位置がいいのかなってのは分かりづらくなっちゃうんですよ川田騎手ねクイーンズ・オー・川田騎手寝て遅れたんだから後方でもう死んだふりしとけばいいものを なんか、大外一気に追い上げてしまってですね、最後も完全に止まってしまうという。これがやっぱり違いですよね、竹豊吉と川田吉の。まあ、あの、どちらが優れてるとかいうことではないんですけど、川崎吉は、もうどうしてもその足を出し切ろうと思って、動いちゃいますから、竹豊吉はとにかく足を溜める、温存することを大事に考えてね、末足を引き出すということに関してはもう一番長けてます。だからそれがですね、もうやっぱり考え方の違いなんで、 どっちがいい悪いじゃないんですけどただやっぱりね距離,距離実績を考えた時にやっぱ武豊騎手に分がありますよね川田騎手はあんまりこう長距離自1得意じゃないっていうことになっちゃいますよねでここのアドマイヤ・テラがですねそのすごく武豊騎手と合うと思うんですよねいろんな騎手が乗ってきてるんですよね川田騎手が乗ったり岩田未来騎手が乗ったりしてるんですけども京都新聞杯では出村騎に乗ったんですよで まあデムルフシュ得意のマクリーの競馬したんですけれどもあ、これで最後すごい止まりましたね。完全に足上がっちゃった感じだったんで、多分考え方を変えたか、えー、っと、その後2層は、もうかなり、えー、溜めていく競馬をして、いい競馬を2つ続けてるんですよ。まあルメールフシュに変わったっていうこともあるんですけどもね。で今回もおそらくタキュータが主なんで、まあそういう溜める競馬をすると思うんですけどね。で、その折り合いにもなんかな。 のの思いのままに操ることができると思うんでこれはやっぱり怖くなりますー一応 2600m の長距離も経験していてこの時もですねあのちょっと巻きましたけれども最後の伸び足はえ一番際立っていたので距離の心配もないさっき言った体重の話にしてもですねえこの馬は 490kg ぐらいあった馬なんですけれども。 ただ絞れてきていてですね前走が今までで一番軽い478キロまで絞れてきている馬なんですよねつまりステイヤー体型になってきているという感じもしますしいいと思うんですよね <S, S 評価が妥当だと思いますもう本当にあの心配なのは双方だけですね、まあ、双方的にこれもですねちょっと硬めのフットワークで中距離の王道路線で爆,あの爆発的な足を使えるような馬ではない、えー、今後ブレークするような馬ではないと思います 長距離この条件がドハマりするかっていうタイプであって足りるかどうかそこをオッズと照らし合わせて本命にするのか抑えにするのか決定したいと思ってるところですということで、えー、本命決定は次の動画でいたしますよければチャンネル登録して見ていただけたら嬉しいです今週はあのー、もう一つですね あの富士ステークスというこれも G1 級なんじゃないかという高メンバーのレースありましてそちらは、えー、無料メルマの方で、えー、全場総採点富士全予想をお送りしますので無料メルマがご登録いただければと思います概要欄からリンクしてますんでよければお願いいたしますオンラインサロンでもいろんなレース予想してますんでよければ競馬なんでサロンで検索してみてください、えー、最後まで見ていただきありがとうございました